こんにちは。アマゾンエスサポーター、堀秀夫です。今日はバリエーションカタログの注意点ということでお話していきます。このカタログのように、一つのページに複数商品が載っている商品をバリエーションカタログと言います。バリエーションカタログはメリット、デメリット両方あります。まず商品リサーチ時のデメリットは、どのバリエーションが売れているのかわからないということです。ある商品は大量に売れるけど、他の商品は全く売れないということもあります。他にもいろんなメリットとデメリットがあります。こちらの会員限定記事の方でご紹介してますので、確認してください。また無料メルマガに登録していただくと、一部、ね、会員限定記事、あるいはその内容を、ね、公開してますので、Amazon ノウハウ、興味があるという方は、ね、無料メルマガの方も登録してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。